はい、ではピッキングの練習始めていきます。使用する音はこちらの2音だけ。オルタネイトピッキングをこれから4つのパターンで練習していきます。まずは四分音符で譜面の通りに弾きます。良いはいいでしょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。次は8分音符です。次は16分音符です。はい、次はパターン B です。音並びはパターン1と全く一緒なんですけど、今度は中指スタートでピッキングをしていきます。ゆっくりの四分音符からいきます。用意はいいでしょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。次は8分音符です。次は16分音符です。はい、次はパターン C です。今回は、D弦も新たに弾いていきます。ちょっと難易度は上がりますが、クリックに遅れないように挑戦していきましょう。まずは人差し指始まりからいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。次は8分音符です。次は16分音符です。はい、最後はパターン D です。今度はまた中指から始めていきます。右手がバタバタしすぎないようにラスト集中していきましょう。用意はいいでしょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
は8分音符です。次は16分音符です。はい、最後なのでもう一周いきましょう。集中して、あと2小節です。あと1小節です。はい、お疲れ様でした。ウッドベースの太くて重い弦の振り抜きってなかなか初めはうまくいかないのですが、毎日6分この練習を続けていただくことでウッドベースの弦の振り抜きに慣れてきますので、ぜひ日々の練習メニューに取り入れてみてください。動画ウッドベースの基礎練シリーズが好評です。楽器の基本的な取り扱い方、フォーム、左手や音程を整える練習など作成しておりますので、こちらも日々の練習に重ねてお役立てください。概要欄に貼っておきます。また最短で確実にスキルアップされたい方は、全国対応の Zoom を使用したマンツーマンのウッドベース専用のオンラインレッスンがおすすめです。生徒さん一人一人に最適なアドバイスや練習方法の提案をさせていただいておりますので、こちらも重ねてご検討いただければと思います。それではまた明日も練習頑張っていきましょう。バイバイ。